いつもさしこチャンネルを見てくださってありがとうございます。今日はコメントの方からね、リクエストありました、晒しの染め方についてやっていきたいと思います。最近ですね、こうやって晒しを染料で染めて、で布巾を刺すのにハマっていまして、よく最近は投稿してるんですけれども、これもちょっと今途中のもので麻の葉を刺している途中です。こんな風に好きな色で手軽に染めれるので、今日はそちらをご紹介していきたいなと思います。で、一つ注意事項なんですけれども、染めるのを専門にね、私やっているわけではなくて、今回初めて挑戦してみたので、正確なやり方ではないところもたくさんあるかと思います。なので、布や糸を染めるのに特化した動画や、投稿を見て確認していただきたいなと思います。あくまでも今日の動画は私なりのやり方で晒しや糸を染めてみたという動画になります。かなり簡単に作業しているので、ご理解いただけたらなと思います。ではまず私が使った用意したものについて説明していきたいと思います。大きめの鍋、使わないボウルですね。これ鍋も私全然使ってなくって捨てずに取っといたものなんですけれども、これだいたい3リットルぐらいの鍋かと思います。であとは100円ショップで購入したボウル、あと熱湯を入れて染料液を作るので耐熱容器で、これはこれも使わなくなったものなんですけど、500ml、容量 500ml の、耐熱ガラスの容器になります。あと菜箸か割り箸、私は割り箸を使いました。であとお塩です。あとはね、染料ですね。今回はこの宮古染めコールダイオールという染料を使いました。中は前動画でも紹介したようにパウダー状の粉が入っています。こんな感じです。あとはですね、お湯を使うので、2リットル、私は2リットルのお水と、あとはやかんにちょっと熱湯を沸かして準備しました。で簡単にこの後ね動画でやるんですけれども、簡単に流れを最初に説明しておきたいなと思います。まず大きめの鍋に私は2リットルのお水を入れて、沸かしました。でその間にやかんの方にも水を入れてお湯を作っておきます。でこの耐熱容器 500ml 容器なんですけれども、 500ml じゃなくてもいいと思います。とにかく耐熱容器に、染料をですね、説明書には何リットルに対してこのぐらいっていう風に書いてあるので、それに忠実にやってもいいと思うんですけれども、私は面倒くさがり屋なので、そういう風にこうきちっと計量するのが面倒くさかったので、これ蓋をこう開けて割り箸をね中にこう入れて、この割り箸についた分をこう入れて、でここにだいたい 350ml ぐらいの熱湯を入れてこうかき混ぜて、で、染料液を作りました。で割り箸にこう染料をつけて入れてっていうのを繰り返して濃さを調節して加減しました。でこの時作った熱湯で溶いた染料液をこの2リットルのお湯が入っている鍋に入れて、であとはお塩ですね。お塩を私は大さじ1杯入れました。でこの説明書にも書いてあるんですけれども、1リットルに対して大さじ2分の1というふうにあったので、私は2リットルのお湯を使うので大さじ1杯分を入れました。で、この鍋の中には2リットルのお湯と約 350ml ぐらいの熱湯で溶いた染料液とお塩大さじ1杯が入っている状態になります。そこにまあお好みでさらし、私はあのいつも布巾を裁断して水通しをしたものを入れるんですけれども、まあ大体布巾1枚分だったり2枚分だったり必要量を、まあ、少ないので、まあ、それを入れて染めていました。でまあさらしとか糸とかを入れたらかき混ぜながら20分ぐらい染めていくんですけれども、さらしだったり、他の布だったり、使えるものについては、説明書きを見ていただきたいなと思います。で糸の方もちょっとね汚れだったりとか、あとのり付けだったりとかあると染まりにくくなると思うので、染める前に軽く水洗いをするといいかと思います。では実際に染めていきたいと思います。染める作業に使った準備物はこちらになります。先ほど説明した通りになります。今回使った染料は宮古染コールダイオールのイエローです。お箸にこうやって粉をつけて熱湯で溶きました。この時耐熱容器に入っているお湯はだいたい 300ml ぐらいですね。で説明書にある通り1リットルに対して大さじ2分の1杯の塩とありましたので、私は今回2リットル使ったので大さじ1杯分の塩を入れてかき混ぜて塩を溶かしました。そこに先ほど作った染料液を混ぜていきます。濃さはお好みで調節してみてください。で糸を実際に入れていきます。絡むのを防止するために染める前に所々糸でゆるくくくってあげるといいと思います。こんな感じに染まりました。ちょっと所々ムラもあるんですけれども、こんな感じに染まりました。でもう一色染めたかったのでまた違った色でこちらも染めていきたいと思います。時々このように菜箸や割り箸で軽くかき混ぜながら約20分ぐらい放置していきたいと思います。こういう感じに染まっていきます。台所で染めているので、この待っている間洗い物をしたりいろいろ家事をしながら時間を有効に活用して染めてみました。こちらもだいたい染まってきたので、鍋からボウルにあげていきたいと思います。この後こちらもすすぎ作業をしていきます。軽く水洗いをします。黄色は絞っておいてあります。で次は中性洗剤を入れて軽くすすいでいきます。でこちらも絞りました。次はね色止め剤を使います。ミカノールです。お湯2リットルあたりキャップ1杯分を入れて、混ぜていきます。であとはね20分ぐらい放置するようです。2リットル入っているのでキャップ1杯分を注ぎます。でそこに染めた糸を入れます。色ごとにね入れていくといいと書いてありました。であとは20分ぐらい待ちます。で、色止めをした後も手順は一緒です。軽く水ですすいで、あとは絞ってハンガーとかにかけて干すだけです。はい、でこんな感じの流れで染めた糸がこちらになります。黄色とねちょっと青みがかったグリーンっぽい感じに染めました。こんな感じですね。これは糸なんですけれども、最初紹介したようにさらしもこういう風に好きな色に染めることができます。で色の濃さとかもね分量とかで調節したりできるので、そこもお好みにできるっていうのが自分で染めるいいところかなと思います。こんな感じですね。でズボラな私でもこうやって簡単に染めることができたので、ぜひおすすめしたいと思います。でこれはちょっと太い糸を使ってみたんですけれども、刺し子にも使えるし、このぐらいの太さだとね、レース編みもできるかなと思って、ちょっと編み物にも使いたいかなと思います。またね、モチーフとか編んだらまた投稿して紹介していけたらいいなと思います。皆さんもね、是非簡単に染めることができるので、さらしを染めたり糸を染めたりして自分で楽しむのもいいかなと思います。ちなみに糸は踊り屋さんの糸を使いました。こちらもおすすめです。はい、今日の動画は自分でさらしや糸を染めてみたということでお送りしてみました。どうやって染めたんですかとかね、そっちの動画もアップしてくださいっていうコメントをいただきましたので、今日やってみたんですけれども、もしかするとね、分かりづらいところもあったかもしれません。で、かなりね、私なりのやり方でやっているので、きちっと染料をね測ったりとかしてないので、ちょっと不安な方は是非是非そちらに特化した動画探してみてください。今日の動画が少しでも参考になりましたら、グッドボタン、チャンネル登録もぜひぜひよろしくお願いいたします。で、ちょっとお知らせなんですけれども、トイロ刺し子会のオンライン刺し子会を4月から開催していきたいなと思っています。まずはちょっとズームの方でね、私初めてなんでテスト配信みたいな感じで、ちょっと顔合わせ的な感じで、初回は4月3日土曜日午前10時半から3,40 分ぐらいと思っています。で、その後は4月17日をスタートに毎月第3土曜日の午前10時半からっていうことでやっていきたいなと思います。で、皆さんのね、刺し子今こんなの刺してるよとかね、こんなのやってみたらこんな風になったよとかね、近況を報告したりとか、私のお話というよりも皆さんのお話をそれぞれ伺いながら、布巾をいろいろ紹介してもらいながら、みんなでこうお互いの布巾を見合いながら楽しく和気あいあいとやっていきたいなと思っています。その中でね、いろいろな取り組みっていうのも今後考えていきたいなと思っていますので、参加していただけたらなと思います。ズームなのでね、顔をちょっと見られるの恥ずかしいわっていう方は、帽子なりサングラスなりマスクなり装着してぜひ参加していただければなと思います。初心者とか年齢とか一切問いませんので、仲間になっていただいて、Zoom 刺し子会、オンライン刺し子会も楽しんでいただけたらなと思います。で、あとはですね、Facebook の方も始めたので、差し支えなければぜひつながって、そちらはそちらで何か楽しいことをやっていきたいかなと思って考えているところです。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。ありがとうございました。バイバーイ。